いや、確かに忍者の生き様とはあんな生優しいものじゃない。例えばホカゲ様は。お前は父ちゃんのいいところしか知らねえんだよ、うん、そういえばホカゲ様もやっぱりあんな風にかっこいいな。ん？だってホカゲ様は忍界大戦の英雄じゃない。家でもピシッてしてるんでしょ。いや、父ちゃんはあんなんじゃねえってばさ。寝坊はするし、靴を左右逆に履いたりするし、全然ちげえって。こないだだって母ちゃんに言われて着替え届けに行ったら、ああボルトか、そこ置いといてくれ。ほんとダセよな。お金様が。そんなもんだよな。現実の英雄なんてかっこいいだけじゃ務まんねえしさ。そんな。岩兵衛たちの言うかっこいい忍者ってのもわかるんだけど、現実は難しいよな。映画みたいに敵があっさり出てきてくれたら世話ないってのに。でもやっていくしかねえだろう。証拠をつかむまで俺たちも迂闊なこと言えねえし、そもそも影はおめえにしか見えねえんだから。被害広まってるみてえだな。ああ、アカデミーの外でも起き始めている。本当に俺たちだけでいいのかな。さあな。そう思うならおかげさまに相談しろって。ダメだってばさ。やっぱ父ちゃんたちに任せておけねえ。ならいいけどよ。お前その影見つけるアイデアあんのかよ。ま、協力はしてやるけど、どうするか考えとけよ。じゃあな。